どうも、テルエモンです。今日なんですけれども、ソリッドワークスの CSWA という資格試験のね、公式の練習問題やっていきたいと思います。こちら左側に映っているものを今から作っていきます。こちらの PDF ファイルはですね、こちらのウェブからダウンロードすることができます。こちらの URL ですね、概要欄に貼っておきますので、こちら開いていただいて、詳細を見るっていうのをクリックしますと、ZIP ファイルがダウンロードできます。PDF ファイルと、回答の 3D モデルデータなどが入っています。はい。それを作っていきたいと思います。まずは外観の形状ですね。外側、まず作っていきたいと思います。で、この78とかですね。ここは垂直かな？ちょっとまず外側まず作ってみたいと思います。ちょっとリハーサルなしで一発勝負でやっていくので、ちょっと一部ですね。ちょっと、つまずいたりとかあるかもしれないですけど、ご了承ください。では、まずこちらの外側の形状ですね。作っていきます。右側面ですかね。右側面にスケッチしていきます。右側面にスケッチ。で、左下ですね。ここの左下のところを原点にしてやっていきたいと思います。こちらですね。直線コマンドを使って、この原点のところがスタートして、まず水平ですね。で、垂直。で、こっち斜めになってますかね。で、斜めに下ろして、ちょっと一旦まずここ作っていきますね。で、この、青い点点点が出てきて、水平になった状態ですね。この黄色のマークがつきます。鉛筆の近くですね。で、ここの原点のところがあったところでクリックして、まっすぐ下に下ろします。こんな感じですね。もしこれですね、なんかうまく認識しないっていう場合ですが、まず一旦ですね、ちょっと極端な話ですけど、こういうような形で一回書いておいて、一回スケープボタンを押します。エスケープキーでコマンドキャンセルして、こちらの線クリックしてですね。クリックするとマウスの近くにここで鉛直拘束とかつけれます。もしくは左のこちらの画面から鉛直っていうのを選べます。ちょっと崩れましたが、ちょっとドラッグで動かしますね。よいしょ。これが水平です。これが今度、水平。はい、ちょっと余計なことしてしまいましたが。よいしょ。イメージはこういうのを描きたかったってところですよね。ちょっと後から高速ですが、ちょっとスケッチ崩れてしまいましたが、ここドラッグで、頂点とドラッグなどして直せます。はい。少し寸法をつけて整えていきたいと思います。こちらが78ですね、78。はい。で、あとはですね、こちらの左正面のですね、寸法とかを見てですね、一番高いところが58ですかね。ここの部分ですよね。ここと、こちらが、58ですよね。で、65度っていうのをつけていきます。ちょっとわかるところからつけていきますね。65度。どうして、その後寸法まで入れていくって形ですよね。ですね。で、ここにミッドポイントっていうのがあるんですけども、ここ、
中間ですよってことですね。で、ここの、要はここの部分も書かないとですね、寸法とかちょっと完全拘束できなそうなので、直線でちょっと書いちゃいますね。ちょっと二つ、領域を書いちゃいます。足すような感じになっちゃいますけど、ここで、すいません。多分こちらも書いてですね、上げて、で、ちょっと寸法入れてみますね。こちらとこちら距離が16かな ?16。で、ここの距離が24。で、ここの距離が16ですかね。ですよね。で、ここ18って数値ありますけど、ここのことですね。ここの距離感ですよね。ここが18と。寸法が決まってきたかと思います。で、ここの高さですね。このポイントが中間地点に来るっていうことになるので、こことここが等しい値になるとかですかね。だからコントロールキーを押しながら、こちらの線と、こちらの線、選択します。で、等しい値ってのにしてきます。そうすると、こことここ等しい値なので、ここ中間地点になるって形ですよね。はい。ただ、ここがまだ青いので、寸法足りないっていう状況ですよね。で、多分ですね、ここが垂直っていう拘束になるんじゃないかなと思います。なので、一回コマンドキャンセルして、こちらの線とこちらの線を、コントロールキーを押しながら選択して垂直にしていきます。これもし答えがなかったですね、ちょっと再度考えたいと思います。では、スケッチ終了していきます。はい。これちょっとですね。はい。で、こちらのスケッチを押し出していきます。で、まずは全体とこですね、28ミリ。ここですね、ここの部分、どっちを押し出しますかってなるので、ここの部分を28押し出していきますと。で、スケッチ非表示になるんですけども、また同じくこちらのスケッチを押し出して、今度はここの部分を18ミリですかね、18ミリ。で、くっつけますので、結果のマージンチェックが入っているのを確認して、OK。こんなところですかね。これでベース形状ができましたと。で、続きまして、この溝のところですね。ここの溝のところ、ここの切り替えですね。さっきのスケッチで作ってもよかったんですけど、ちょっと分けてやっていきました。ここの目にスケッチですね。新規で書いていきます。まあ、繰り返しになりますが、同じようにですね、さっきのスケッチでやっててもよかったんですけど、まずここ垂直になるのかな?垂直、垂直。ここも垂直で作っていきますね。で、ここ塞いじゃいます。はい。で、スマート寸法で、ここと、こちらの距離が15かな ?15。で、ここの幅の距離。まあ、溝になる幅の距離が5ミリですかね。こっちに書いてます。ただ36ですね。深さ36ですかね。36と。はい。で、こちらでスケッチ終了して、押し出しカットで、削っていきます。全貫通ですね。全貫通にして OK。はい。どうもね、ベース出来上がりましたかね。あとはここに突起形状があるので、こちらのちょっと図面見ながら作っていきますか。
この面に垂直になるので、この面にスケッチ書いてきますね。で、ちょっと線を一個書きますか。と線上に。あ、スケッチの円の中心点が来る位置先に分かりやすく書いておきます。で、7.5 っていうのがあるので、7.5ってまあちょうど半分の位置のことになると思うんですけども、スマート寸法ですね。で、どちらから追うのかを忘れ、間違いないですね。していきますと。ここでいいよな。7.5。で、この線は、クリックして、作図先生、点線に、まあ、一点差にですね、切り替えておきます。で、円を2つ書いていきます。で、まあ、どちらも66って数値あるので、まあ、等しくしたりですね、この直径61個だけ使ってもいいんですけども、一応今別々に図面の寸法が書かれているので、ここ別々に66にして、端からの距離が、じゃあ7ですかね、7。こちらも端からの円の中心の距離が7と。で、6ミリの高さになるって感じですかね。で、大丈夫かな？で、スケッチ終了しまして、押し出しで、6ミリ。押し、スケッチをもう書かなくていいですね。で、完成ですかね。ですよ。こうで。よいしょ。うん、いいかなぁと。なので、はい。これでいいんではないかなと思います。ちょっと、材料を指定して、出力を確認してみたいと思います。材料、指定なしが右クリック、材料編集。材料編集ですね。で、ダクタイルアイロンってなってるので、ダクタイル鋳鉄か。ダクタイル鋳鉄ですかね。指定密度が7100なので、合ってますね。7100。適用させて閉じます。はい。ちょっと質量を測ってみます。評価の質量特性。497.28。497.28 で合ってるので、合ってましたね。作り方としては合ってましたかね。ちょっと一部図面のですね、読み取るところが、ちょっと違いますね。あれどこなんだろうということで、ちょっと、一応ちょっと迷ったところがありますが、で、ここの中間値でこですね。で、あとはここが直角だよっていうところ。で、ここの寸法ないなぁと思ってたんですけども、直角にすることで大丈夫でしたね。ちょっとスケッチ表示してみますか。最初に書いたスケッチ。はい。で、今回で言うと、ここの部分のスケッチも書かないと、こちら側の、輪郭ですね。高速、できなかったので、一度に二つ。まあ、押し出すのは二回に分ける形になるんですけども、まあ、二つの押し出す領域を一つのスケッチに書いて、押した時にこう、二回に分けて押し出して作っていくっていうのがポイントだったかなと、ちょっと自分を振り返ると思いますね。はい。そう、ちょっと自分もリハーサルなしでこう作っていってたので、まあ、スムーズな解説ではちょっとなかった部分一部あったかと思いますが、まあ、少しですね、ここにそういったアクスで、
モデル作っていくときの参考になれば幸いでございます。はい。それでは今回動画、これで以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。